間中国へようこそ。8月15日のニュースをお伝えします。中国各地は最近極端な洪水に見舞われ、農地が浸水し、畑で多くの野菜が腐敗しています。北京の主要な卸売市場のデータによると、野菜の価格は大幅に上昇しました。今年4月以降、強い降雨は南から北へほぼ途切れることなく続いています。広東省、江西省、福建省、安徽省、江西省、湖南省、河南省、遼寧省、内モンゴルなどの地域が相次いで極端な洪水に見舞われました。 FX168 財経報が14日に報じたところによると、大雨により農地が浸水し、農作物の収穫、貯蔵、輸送が妨げられました。多くの野菜が畑で腐敗、または急速に劣化し、野菜の価格が大幅に上昇しました。北京の主要な卸売市場の報告によると、中国農業部が追跡した28種類の野菜は、7月初めから価格が 30% 上昇しました。一方、中国商務部が追跡した別の指数も、少なくとも2018年以降の同時期の最高値を記録しました。気象局は今後10日間にわたり、北部と東北部でさらに多くの大雨を予想しています。これは野菜の収穫に脅威を与えるだけでなく、トウモロコシや米などの主要な穀物にも影響を及ぼす可能性があります。この状況に対応するため、北京政府は地方政府に対し、浸水した農地の排水を支援し、肥料の使用などの緊急措置を講じて、生産の回復を図るための資金を提供しました。仮想証券によると、今年6月以降、洪水救援資金の総額は、13.3 億元に達しています。これは昨年のほぼ2倍です。さらに中国中央銀行は13日、極端な天候による農作物への広範な被害に対応するため、傘下の銀行に対して追加で1000億元の資金を提供し、洪水被災地の復興を支援すると発表しました。最近、中国東部沿岸部および南部地域は台風3号に見舞われ、降水量が記録的な高水準に達しました。同時に中国北部のトウモロコシと小麦の栽培地域も珍しく高温に直面しており、秋の収穫量に深刻な影響を与える可能性があります。皆様へのお知らせで、これから環中国の動画をガンジンワールドというサイトにも掲載していくことになりました。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。本当に残酷な実態なんだけど、それはあんまり残酷なことを強調するような絵にはなってないんですよね。そこをすごく抑制されているところがあって、僕はそこがすごくいいと思った。あの絵として非常に綺麗にまとめているところで、僕はすごく優れたアニメーターだなと思いましたよ。証言とアニメでやったおかげで、すごく自分の中に入ってきやすいところがあったんで、先入観を捨ててみてください。とにかく人間に対してこういう弾圧が行われているという記録としてこれを見てください。